日高幌別駅は、北海道浦河郡浦河町技西幌別にあった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は比平。1978年の日高幌別駅と、周囲約500メートル範囲、右が、様似方面。島式ホーム一面二線と、駅舎横の様似側に、貨物積み下ろし場と引き込み線、駅裏様似側に見える。 長方形のヤードに駅構内側から伸びる側線を有していた。この写真の前例に無人駅となり、それに伴い駅舎側の下り線や引っ込み線はすでに撤去されている。駅裏の側線は1983年の時点では残されていたようである。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成当駅の所在する地名に 旧国名の日高を冠する。地名はアイヌ語のポロペに由来する日高ホロ別川のことである。また室蘭本線に同名のホロ別駅がすでに存在することから旧国名を冠した短式ホーム一面一線を有していた地上駅。ホームは線路の北側に存在した電鉄機を持たない防線駅となっていた。かつては 島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった一線は交換設備運用廃止後1983年4月までに撤去された。またこの時点では本線の様二方から港内南側へ分岐する行き止まりの側線を一線有していた4月時点では点機の先に車止めが設置されていた。静内駅が管理していた。 無人駅となっていた。駅舎は校内の北側に位置し、ホームとは通路で連絡していた。友人駅時代の駅舎は改築され、レストランや西方路別館郵便局などが入居している複合施設であるレストビレッジ新山という建物になっている。レストランでは競馬グッズが販売されている。駅舎内にトイレを有する。1983年4月以降、 1993年3月までの間に正面入り口が三角屋根に改築されているが、改築前に掲示されていた蒸気機関車型の駅名板が駅舎内のホーム、出入り口付近に置かれている。1日乗降人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると、拡張サビにおける乗車人員及び乗降人員平均は以下の通りである。 JR 北海道北海道運輸局ありがとうございます。